いや、ブロックスフルーツでとんでもないことが起きたよ。海外のお金持ち YouTuber がブロックスフルーツで100個のレオパの悪魔の実をね、集めようっていうね、ことに挑戦してるんですけど、そんなことできるわけないよね、普通。だってレオパって、俺まだずっとやってるけど、一回も出てきたことないのね、ガチャで。それぐらいめちゃくちゃレアなんだけど、それ100個集めちゃおうって言うんだから。でもそのためにね、もうお金を使いまくるっていうね、とんでもないやつなんです、こいつが。見てこれ、ほら、ショップですね。ほら、フルーツストレージを、まず400ロバで1個増やすんだよ。悪魔の実をめちゃくちゃたくさん持てるようにしようとしてるの、ほら。まだ買いすぎ。ね、ほんと買いすぎなんだけど。なんなのこの課金。いや、このゲームにそんな課金する意味あるかな。ちょっと待って、もうあっという間にもう30個ストレージ33個、やば。これでもう100個持てるんだよ。しかもレオパを永久にしちゃってんのよ、自分の課金で。やべえ、これにもめちゃくちゃ課金してんのね。あ、ほら、レオパ4つと交換したようだ。こんなの聞いてないよ。アトラスっていう人と悪魔の実を交換するって。あ、フルーツストレージ、フルーツストレージあげちゃうの。なんかとんでもない取引が行われてるよ。え、もう14個レオパがあるの。やばいねこれね。大仏もあげちゃうの、大仏もあげちゃうのこの人。えげつない課金者やで、これ。ほら、大仏永久をプレゼントする気だよ。レオパ、レオパ、こいつもすげえぞ。3つ、うわ、お餅、お前もいっぱいありすぎだろ、レアな悪魔の実が。信じられないねこれ。どんな取引、本当にわけわからん。うわ、もう18個だってレオパ。さらに餅の永久をどうのこうのって言ってんな。餅の永久をストレージに入れた。あ、それを交渉に使おうってことね。こいつ、こいつが取引相手。お、これとんでもない交換が見れるぞこれ。何、うわ、餅の永久だよ。リップジョーマ、リップジョーマ、うわ、レオパ何個持ってんのこいつ。おかしいでしょこれはね。おかしいでしょ、4つもレオパ持ってるわけないじゃん普通。信じらんないねこれね。あ、もうこれで22個ゲットだって、レオパ。レオパとお餅。あ、すごい、ドロップマネー2倍をプレゼントしてるね。あ、そういう取引も、いろんな取引してんだねこの人。金ありすぎだろこいつ。24個集まったって、すげえ。サンクスって言ってる。そりゃそうだよね、普通マネー2倍とかね、普通に渡さないよ。今25個だって。この調子でレポを集めてってるんですって。やばいねこれね。金があれば何でもできるっていう話だね。いや、ちょっと引くわ。ドン引きするわ。以上、ゲーム仮面でした。